ビビカムは DV 規格をベースにソニーが開発した業務用ビデオフォーマット DV に比べトラック幅を10マイクロメートルから15マイクロメートルへ広げてトラックリニアリティに対する安定性を向上させたテープはメタル磁性体を真空上着させたものでカセットサイズは STD とミニの2種類があり STD は最長184分ミニは 最長42分記録できる。525、60件では4、1、1コンポーネント映像信号、625、50件では4、2、0コンポーネント映像信号を記録する。フレーム内圧縮方式で、4、1、1方式のベースバンド信号を25、m e g b p s に圧縮して記録し、Divic Pro 25と同等の画質である。 主に CS 番組や VP 制作、企業内ビデオの制作に使用されている。家庭用 DV フォーマットと互換性があり、d ビカム機器では DV 記録されたテープの再生が可能。また、非公式ながら、ソニー製の DV 機器では d ビカム記録されたテープの再生を行えるが、非ソニー製 DV 機器で d ビカムテープの再生を行うと、がガれを起こす機種が多い。 VTR は全モデルに D2VTR で実績のあるサファイア製ブレードを採用するなど家庭用 DV 機器と比較してドロップアウト対策に力を入れている。記録メディアの DV カムテープは材質やサイズ、識別口に至るまで品質以外は DV テープと同じであり DV テープを使用して DV カム記録することも可能というメリットがある。しかしながら テープに静着系を採用しているため、磁性面の剥離が起きやすく、塗布系を採用しているディビ i c p r や他の業務用 VTR と比較すると、ドロップアウトが起きやすいと指摘されている。この点につき、スタジオ VTR の DSR-2000 では、ヘッドを2倍装着して、DMC 再生を可能にしており、その利点を活かすことで、通常のディビカム機器では、リニアリティの悪化により、 ドロップアウトが発生するテープでも高い確率で再生することができる。2012年現在、HDTV が主流になってきたことに伴い、下記の機器はすべて販売が終了している。しかし、ディビカム方式の記録フォーマットは、HDV 及びズドカムに引き継がれている。また、記録用ビデオテープについては、販売を継続している。池上通信規制。ありがとうございます。